今日はですね、ブリヂストンサイクルのリコールですね。またまたリコールです。車輪がダメのようですね。リムに亀裂が入ったりね、するらしいですよ。今日はですね、もう今前輪交換したんですけど、後輪も交換です。後輪はですね、まあ、タイヤのはめ替え、あとブレーキを付け替えたりして組み付けます。交換に関してですけど、僕らはタイヤをはめ替えるだけって聞いてるんですけど、もうこうやってボロボロになってるものを変えて、アクリヒパンクしてたと言われてもどうするんですかね。あと虫ゴム外したら切れちゃうのもありますからね。これ困ったですね。これチューブ結構ボロボロですね。どうしよう、このまま行くしかないですよね。完成しましたね。このリコールに関しては少しで問題ありますね。まあ仕事的には車輪交換なんですけど、それに付随するこう、まあ乗ってある自転車で車輪だけ交換して直るってわけじゃないですよね。まあ触ったから調子が悪くなる、破損するっていうところがあるので、これをちょっとなんとかしないと。いやー、これはこれから電動車なんかの車輪交換だとちょっと大変ですね。